カジマラソンチャレンジ。いよいよ月が変わりまして8月となりました。大会までちょうど90日となりました。そんなわけでして今日は8月1日月曜日です。いやー、表は危険な暑さが続いていますね。昨日今日はこんな感じでした。おはようございます。7月31日日曜日の朝6時35分頃ですね。いや、昨日に比べて日差しが強いので朝、顔にテカテカオイルを塗っちゃいました。さあ、今から暑いですけど走っていきたいと思います。7月31日日曜日です。午前走った分では足りないので夕方も走ろうと思ったんですが、18時の段階で28度を超えています。今日も補強運動、またバーピーチャレンジいきます。これ意外とすねに効くんですよね。はあ、8月1日月曜日夕方18時45分です、表の気温が今 29.5 度ありますので、また室内で補強運動したいと思います。エアロビクスの動き、リピーターという動きを頑張ります。モットーは笑顔。いきます。笑顔は大丈夫でしたか？以前紹介しましたタッタという最強アプリ、今月はオーガストラン&ウォークという一月間チャレンジがあります。これはタッタのアプリを使った者同士で距離を競うんですね。自分が今どれぐらい頑張っているか一つの目安になるんですね。と言っても暑い日が続いているのでなかなかどこまで頑張れるかは分かりませんが、でもすぐに9月10月と来てしまいそうなので、ここは頑張りどころです。本当に暑さに負けそうになりますが、皆さんも頑張っていきましょう。それでは。